私の個人的な感情はどうでもいい。私がお前を切るのは与えられた役目ゆえのこと。分かったよ。それならせめて明日の夜、いや明後日の朝まで待ってくれないか。その時にまだ生きていたならおとなしくこの首を差し出すよ。その糸の太刀で跳ねればいい。何を企んでいる？何も。ただ僕は目的を果たすまでは死ねない。だから今はまだおとなしく切られもしない。お前の目的とは何だ？大切な人を解き放つこと。ただそのためだけにアキラさんを僕の運命に巻き込み、鬼に疲れたどしがたい命をつなぎ止めてきたんだ。ケンさん、え？隠れないと。逃げないと。鬼に捕まったら食べられてしまうのよ。くそ、なんだってこんなところにケイが。
ごめんね、ユメイさん。私が死んで幽霊になったら一緒にいられるのかな。やっとやっとつながった。諦めないで。私がなんとか、なんとかしてみせるから。こんなことしたらユメイさんが。大丈夫、大丈夫だから、ケイちゃん。死なないで。
ちゃん、ケイちゃん。ケイちゃん、頑張って。すぐに直してあげるから。生きようって強く思って。ユメイさんこそ、無理しないで。もう形が。私は大丈夫よ。でもケイちゃんはちっとも大丈夫じゃない。でも夢さん、いいこと考えたよ。ケイちゃん、二人とも助かる。すごいアイディア。私の血って特別なんだよね。メイさん、飲んで。ケイちゃん、体から出ちゃったらやっぱりダメ？ケイちゃん、どうしたの？なんでもない。もう少しだけ我慢してね。これだけの力があればきっとなんとかできるから。大丈夫だよね。
さん、気がつきました？いえ、喋るには及びません。無理に声を出そうとしなくても結構ですよ。言いたいことや聞きたいことがたくさんあるとお察ししますが、そこは私の出る幕ではありませんので、今しばらくのご辛抱を。お姉さん、水欲しいですか？では、ちょっと待っててくださいね。今、皆様をお連れしますので。